やっぱ脳卒中見るのでも、はい、やっぱりサルコペニアっていうのはやっぱ話を聞いてみるとすごい関係していて、はい、なのでこれは 脳の問題で今機能が悪いのか、サルコペニアが原因で悪いのか、まあ、それに基づく、うん、あの根拠となる論文結構出てるんですよね。パーキンソンが運動療法ですね、どういうのがいいのか、どうしていいのかっていうのが結構ずっとこう出てて、はい、まあ、それがもちろん良かったんですけど。あ、斉藤先生お久しぶりです。あ、お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はなんですけど、セラピス TV という、はい、動画の配信サイトについて、はい、少しいろいろお伺いしたいんですけど。はい、セラピス TV っていうのに関しては、どういう人に見てもらうためにこうコンテンツとかを作ったりとかしてるんですかね。あ、そうですね、セラピス TV は、まあ、主に臨床家、臨床してる人たちで、でなおかつこの1年目から3年目、まあ、特にこのコロナに入ってからオンデマンドとかオンラインの研修が多くなったと思うんですけど、まあ、そこに合わせて実際に臨床化が必要とされるようなものを、まあ、なかなかこう実技とかできないっていう場面もあるので、まあ、臨床化が、まあ、役に立つようなものがないかなっていうようなところで、コンテンツを今作成しているという感じですね。あ、ありがとうございます。その方たちに、はい、見ていただきたいですね。で、なんか6月とか毎月こういろいろ更新されているみたいなんですけど、まあ、今月から、はい、6月のおすすめだった7月、来月だった7月のおすすめとかっていうふうに、まあ、シリーズでやっていきたいんですけど、はい。今月のなんかおすすめみたいなので、こういうの、動画についてちょっとどんな内容なのかっていうのを、はい、聞かせてもらってもいいですかね。はい。6月はですね。じゃあちょっと画面共有しましょうか、じゃあ。せっかくなんで。はい。お願いします。6月。動画一覧しますか。はい、はい、あ、どうぞ。はいはい。今回のその6月ですね、ここで今岡先生の地域医療のところでフレイルとかサルコペニアの本当に基礎的な知識と、あとはそのこれからの日本のこの高齢化社会に向けた、はい、傾向ですね、どういうふうになっていくのか、人口がどうなっていくのかっていうところも含めて、フレイル・サルコペニアについて、今岡先生のところで結構お話が。なるほど。まあ、特に基礎的なところですかね。まあ、ここは、セラピストだったら、まあ、これからの高齢化社会知ってた方がいいよみたいなところは、結構しっかりと勉強できる、ところに今岡先生のところになってますね。うん、なるほどね。まあ、あれなんですか。じゃあ、今後、地域とかを、で働くとか、まあ、興味ある人とかは、そうですね。まあ、見ると、結構勉強になるような感じなんですか。はい。はい、そうです。僕もちょうどデイサービス始まったところなんで、はい、もう一回学習すし直すというか、あ、そうだったよな、っていうのに、こう基礎的なところを本当に網羅していただいてるっていう感じなので、まあ、本当に、地域に出て始まった方なんかは見ていただけると、あ、やっぱこういうとこ必要なんだなってのが分かるいい作品になってますね。まあ、なるほどね。まあ、じゃあ病院にあれですかね、来る前のお客、まあ、患者さんとかが、まあ、こういう過程をたどって病院に来るとかっていうのの前の部分とかも分かったりとか。はい、そうです、そうです。その辺のところはちゃんと載ってるので、まあ、あとはこれから、どんな分野で働こうかっていうのも考えるのにも、まあ、この人口動態とか、まあ、医療保険の話とかっていうところも含めて話してくれてるので、はい、非常に参考になる、若い先生、非常に参考になるんじゃないかなと思います。なるほどね。なんか、やっぱ、多いんですか、サルコペニアとか、あと、フレイルとかっていうのは、やっぱ臨床とかで、うん、結構多いんですか？多いですね。まあ、整形外科で僕ずっといたところにでも、やっぱ多いなって感じてたところからのデイサービスっていうのもあるので、やっぱ感じるところなんですけど、はい、6月23日公開の野添先生のところでお話してる、やっぱ脳卒中見るのでも、はい、やっぱりサルコペニアっていうのは、やっぱ話を聞いてみるとすごい関係していて、はい。なので、これは脳の問題で今機能が悪いのか、サルコペニアが原因で悪いのか。まあ、なんで高齢者になったらフレイルサルコペニアっていうのは、うん、まあ、必ず関わってくるので、それに関わるセラピストは、まあ、最低限知識、まあ、どういうものって言われたらパッと言えるぐらいの状態じゃないといけないなっていうのは感じましたね。なんかあれなんですかね、サルコペニアとか、まあ、フレイルとか言葉あるんですけど、肺葉症候群となんか違うんですか？フレイルってなってくると、社会的なフレイルとか、あ、
オーラルフレイルとか、まあ、いろいろもうちょっとフレイルってこう幅広いんで、サルコペニアっていうのも、その原因、なんでサルコペニアになったのか。ただ、肺葉症候群っていうのが今までの僕たちの若い時の話だと、寝たきりで動けなくなってみたいなイメージがありましたけど、疾患から来るものとか、まあ、その脳卒中から来るものだとか、まあ、いろんなことが原因でサルコペニアが起きている。で、フレイルはフレイルでもうちょっとこう概念が大きくなって、まあ、こんなことからもフレイル起こるよ、みたいな。結構、やっぱ、肺葉症候群って言った聞いてた時の知識に比べると、なんかより深くなってきてるなっていうのは感じますね。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、ちょっとアバウトなことよりもう少し深くなっていく感じなんですね。内容的には。そう、そんな感じですね。なるほど。そう、なんで、それ合わせて、野添先生のやつをこれ見ていただくと、やっぱ、脳卒中ってそのサルコペニアって筋力とか、身体機能とかって見ていくんですけど、その身体機能そもそもが脳の問題で起きて低下しちゃってるじゃないですか。なので、これはサルコペニアが原因なのか、脳のが原因なのかって、ちょっと多分、ちゃんと知識がないと分かんないと思うんですよね。だそれは野添先生の話聞いてて、非常に、あ、そこでちゃんとやっぱ分けて、で、何が原因なのかを明確にして、アプローチしていかないと、単純にサルコペニアが原因なのに、脳卒中のその麻痺における問題だけアプローチしてでもダメだなとかって感じたので、これ合わせて見てもらえるといいなと思いましたね。地域医療とリハビリテーションっていうのと、脳卒中サルコペニアリハビリテーション。あとそうは、野添先生のスライドはめちゃくちゃ見やすかったんで、なんですか、全く知らない人でも、野添先生の話ずっと聞いてられるんじゃないかなっていうぐらい。ですね。わかりああ、やすいそうのなんで、ですね。この分野に関わってない人にも聞いてもらいたいですね。ああ、わかりました。まあ、そういう人が見た方がいいってことですね。そうですね、そうですね。で、あれですかね、まあ、地域関連でいくと、まあ今回はこのパーキンソン病がついに入ってきた感じがするんですけど、こう早期そうパーですキンね。ソン病のリハビリテーションっていうところで、小川先生っていうパーキンソンの、そうですね、なんか今、いろいろ、パーキンソン系で、なんかパーキンソンのカフェやったりとか、なんか話聞いてるとゴルフやったりとか、なんかいろんなことを本当にやられてるっていうのを、映像内でも見せてもらったんですけど、やっぱりその地域の分野で、これ今後多くなってくると、やっぱパーキンソン多くなってくると思うんですけど、長生きすればするほどパーキンソンが増えるっていうふうに言われてると思うんですけど、なので、ここも多く、パーキンソンでやっても薬物療法と、運動療法と、っていうふうに出てくると思うんですけど、やっぱ、運動療法って言ったら、ね、理学療法者はどうしても、自分たちだろうって出てきたくなると思うんですけど、そこでどういうふうに関わっていく、薬物療法とどういうふうに関わっていくのか、っていうところがやっぱお話しされているのと、あとそれに基づく、根拠となる論文結構出てるんですよね。パーキンソンが運動療法するにどういうのがいいのか、どうしていいのか、っていうのが、結構ずっとこう出てて、それがもちろん良かったんですけど、もう一個は、薬物療法、こう飲むタイミングとかそういうのがあると思うんですけど、そこに対して、じゃあメディカル、セラピストはどういうふうに関われるのかみたいなお話もされてて、僕のイメージだと、薬っていうと、お医者さん任せなイメージがあったんですけど、もうちょっと、そういうふうに考えると、薬物飲んで、どういうふうな反応が出てて、で、どういうところにどういうふうな運動療法を入れていくっていうようなことを考えられるんじゃないかなと思ったので、その辺もですね、詳しく結構説明してくださってるので、その運動療法、薬物療法の両輪になるところに、どういうふうにセラピストが実際関わっていくといいのかっていうのが、これを聞いていただければ、もう丸わかりじゃないかなと思いますね。なるほど。なんかあれなんですね。本も出されてるんですね。パーキンソン病と診断されたら最初に読む運動の本とか。もうなんか本当にパーキンソン病でいろいろされてて、それを本当に現場レベルでいろいろやられてるので、その情報が実際どんな文献をもとに考えてるのかとかっていうのが、もう本当非常にわかりやすかったですね。話を聞いてて。まあなんかもう就職した時からあれなんですね。国立研究開発法人の国立精神神経医療研究センターで4年間臨床を積んで、神経卵病の患者さんのリハビリしてたみたいですね。なんで本な当ので。詳しいんだなっていうのが分かりました。それをなんか実装をちゃんとされてるんだなっていうのが、
まあ、本当に分かったので、はなんか普通にこれこのまま、うちの、デイサービスのスタッフに見てもらって、まあ、パーキンソンにちゃんと対応できるようなシステムをうちでも構築したいなって普通にこれは思える一作品だなと思いました。おお、ちょっと見るようにします。6月23日に公開ですから。60年、そうですね。あとちょっとですね。斉藤さんは見たけど、私は見れてないという。あれですけど。で、あれですか、最後になるのがこの、あさと先生ですか？そうですね。浅田先生のも6月23日公開になりますけれども、もう、今までのその地域医療とかっていうところとはちょっと、離れるというか、まあ、これは本当にもう、まあ、僕もそうですけど、臨床で、こう、バリバリやっていきたいとか、臨床で、こうね、結果を出したいっていう人は、どんなことを考えているのかなっていうのを見てもらえると、まあ、その理論とか、背景とかそういうのもあるんですけど、患者さんに向かう、心構えも最後にお話しされてますし、そういうところも勉強になりますし、あとは、浅田先生特有の理論、こう一般的に、あ、そうだよねとはならないと思うんですけど、聞いてて。だけど、そういう考え方で見てるんだっていうのが、まあ、臨床してる人だったら、まあ、エッセンスになるというか、スパイスになるかなっていうような話が多いので、何度か聞いてもらうと、話がだいぶ分かってきますから、なんか一度じゃなくて二度三度聞いて、こう噛み締めて、味を感じていただけたらなと思うようなものですので、まあ本当に臨床、まあ整形外科とか、まあ僕みたいにこう整体してますとかっていう人とかであれば、まあちょっと、見てもらって、どんなこと考えてやってるのかなっていうのを臨床に取り入れてもらえたら嬉しいなというような商品だと思ってます。あれなんですね。プロ選手とかも見てるんですね。そうですね。今は、JIS、国立スポーツ医学センターでインソール提供したりとかもされてますし、もともと飯谷誠先生、インソールで言うのに飯谷誠先生の研究所でも、インソール提供されたりしているので、もう本当にこう幅広い人たち、幅広い患者に対応して見ているので、まあ、そういう人たちがどんな考えをしているのかっていうのは、やっぱこうちょっと僕自身も興味あるところだなと思ってで見てたんですけど、はい。なるほどね。沖縄の人なんですね。朝とですからね。そうです、そうです。なんで、まあちょっとこう、考え方が本当に変わってるっていう感じが、なんて、どういうこあ、とそれ？ 沖沖縄の縄の人が人っ変て、わってるとか 沖縄の人ってやっぱ変わってんのかなって思うような話ですよ。あ、そうなんだ。いや、沖縄の人変わってるってすごいあれですね。でもなんかこう、見ていくと、あ、こう人間の捉え方って、まあこう、本当にいろいろあるんだなって思えるような。なんでこう、まあどうしても、こう普段こう臨床してるとルーティン化してっちゃうじゃないですか。整形外科とかで働いててもルーティン化してっちゃう。膝上だったらこうやっとこうみたいな考えでどうしても思ってなくてもなりがちですけど、まあそういうのを一回壊してくれますし、まあいろんなもうちょっと柔軟にできることって、まあ理学療法士って多いと思うので、その辺もなんか参考になると思いますね。なるほど。そうですね、確かに。結構、すごい、なんか、先生なんだなっていうのは、プロフィール見ると、なんか、千人みたいな感じですね。そうですね。もう、臨床だけやってるみたいな感じなので、まあ、それをね、20年とかやってきたものっていうのを、こう、垣間見れるものになってるんじゃないかなと思いますね。わかりました。で、6月はあれですかね。これだけです。これの4タイトルが、新たに追加された感じですかね。そうですね。6月の23日にその4タイトルがまた更新されるので、はい。そちらをぜひ見ていただけたらなと思います。わかりました。じゃあ補足とかってありますかね。結構。そうですね。あとはこの、はい。画面に出てるところでいくと、さっき言った地域医療関係とかでいくと、新人向けの大腿筋骨折。まあ、これはオペ後からの話なんですけど、まあ、そういうところで、よく高齢者で多い大腿筋骨折のお話。まあ、この辺も、僕の知り合いにお願いして作成してもらってるんですけど、本当にこう、
1年目から3年目で、まあ多分見ること多いと思うんですね。総合病院とか、そういうところ行くと。たときに、まあ、これ見てれば、まあ最低限、臨床に立ち向かうのに困ること減るんじゃないかなっていうようなものにはなってるかなと思うので、まあ一例一例、こう、見ていくときに、ある程度、わかるかなっていう感じがするので、まあこれも一つおすすめですし、この佐藤病院って有名なんですか？有名かどうかが、栃木県では有名ですよ。あ、栃木だともうやっぱブランド病院みたいな感じなんですね。そうですね。宇都宮とかだったらもう結構昔からある病院で、理ああ、学療法も昔から入ってるので。ななんるで、ほど。まあ、特に新人、若手セラピスト向けって書いてありますけど、本当に若い先生たちは一回見るといいんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね。とはあれですかね。この等級障害の方のリハビリテーションとか。そうですね。これも、昭和大学の、田村先生お願いしてると思うんですけど、やっぱり何ですかね、こう、運動連鎖とかっていう概念がそもそも始まったのって、昭和大学から運動連鎖とかですね、昭和大学、伊丹先生とかあの辺がお話し出したんですけど、まあ、そこの、で働かれてる方なので、やっぱりその、等級障害に対してもどういうふうに運動が関わってきて、肩に負担がかかるのかとか、まあ、そういうところは、しっかり、お話ししていただいているので、まあ、どうしても肩ばっかり見てしまう。てか、まあ、痛いの肩なんでね、等級障害。なんですけども、やっぱ実際全身見ていくと、こういうことがわかるよとか。まあ、ただ、それを実際にやるって難しいと思うんですけど、まあ、それをわかりやすくやるためには、こういうふうに、こう、なんか落とし込んでいくといいですよ、みたいなところが、お話しいただいているので。なので、まあ、これも本当に、スポーツ見てて、まあ、等級障害って見たいけど、動作分析とか難しいよなとかっていう方は、ちょっと見ていただいて、どんな観点で見てるのかなっていうのを、参考にしていただくと、本当に、ヒントが多いんじゃないかなと思います。わかりました。はい。まあ、他にもいっぱい本当にコンテンそうですね。ツ、まあ、ちょっとずつ紹介で揃きっれてばるなのと思で。うんですけど。そうですね。まあ、今日は6月の新作プラス、若手向けの大腿骨頸部骨折と、この田村先生の等級障害方についてですかね。そうですね。また、7月もどんどん出てきますので、はい。またね、古いのもたくさんあるので、お時間あったらそちらもご紹介できたらなと思います。で、今あれなんですよね。単発でも販売を開始して、はい、そうですね。まあ、第1弾はこの稲垣さんっていう、ちょっとマニアックなことをやってる体はい、幹はい。機能の稲垣方先生、で、はい、はい。で、次回以降はこの清水先生、脳卒中リハビリテーションサーキットレビューっていうんですか、これ。何なんですか、それ。初めまあ、て聞い本当に、た。初めてあれで聞いすね。た。サーキットするのかと。こう全部にわたって脳卒中の話って結構、一個分かってても難しいじゃないですか。例えば、立ち上がりもの動き方分からなくちゃいけないとか、病態も知らなくちゃいけないとか、この予後のことも考えなくちゃいけないとか。で、さっき言ってたサルコペニアの話も入んなきゃいけないとかっていうので、こう、知らなくちゃいけないことがめちゃくちゃ多いですね。脳卒中見ようと言っても。なので、まあその辺を全体的に網羅できるように、まあいろんなこう文献とかそういうような、今言われているようなことから、どんなことをしていくべきかっていうのをこう網羅的に、お願いしようっていう話で、今こうやっていただいてるやつですね。清水さんもバラ売りが、多分6月の22日ぐらいから準備してます。はい。で、これこれも本当、まあ、脳卒中だったら、まあ、ぜひ一回見てもらって、もし、それがね、こう、勉強になるな、もうちょっと深く勉強したいなと思ったら、今後もどんどん脳卒中関係出てく予定なので、はい。で、今あれなんですかね、セラピス TV は期間限定で、初月は990円で。そうですね。1ヶ月990円で。で、まあ、本当に、本当はあれなんですよ2000ね。いくらですね。本当は2970円なのを、斉藤さんのご厚意で990円っていう。僕のご厚意かわかんないですけど、なんと990円でいけるらしいですね。まあ、まずはね、1ヶ月入ってもらっ そて、うですね、そうですね。今で、それ紹で介ね、したね。こう、見たいのが多ければ、定期的に見ていっていただければと思うので。990円なんでね、安いんで、スターバックスのそうコーヒー、そうそラテを2回休めば買えますし。う。そうそうそう、本当に。一回見てもらうと、
いいもの多いかなと思います。なんかみんな、なんか私は住んでるのは東京なんで、あれなんですけど、車のなんか中で聞いたりとかする、して、見てるみたいですね。ダウンロード機能を使ってこれ。そうですね。ダウンロードもできるんで、まあ、見ながらだと危ないですけど、音声だけでも、本当に喋ってる、例えばさっき紹介した野添先生のやつなんか、スライドも綺麗なんですけど、話を聞いてるだけでも、あ、こういう話あるんだって分かって、後で見直すとかでもいいかなと思うんで、なんか時間をうまく有効活用して、ね、こう、1日30分とかでも勉強していくと、まあ、1ヶ月後、1年後には結構な量の勉強量に、それだけでもなるかなと思うので、いい情報をうまく、こうね、取り入れていただけるといいなと思いますね。じゃあ、このセラピス TV の申し込みに関しては、YouTube のこの概要欄のところに、載せておきますので、はい、お願いし興味あまるす。方は見てもらえると。はい、ぜひぜひお願いいたします。まあ、本当に中身は結構本当に、もう今結構いっぱいありますし、面白い内容も、まあ、僕自身が面白いなと思って作ってるものも結構いっぱいあるので、まあ、ぜひ臨床でこう悩みがあるとか、もうちょっと臨床能力上げたいなと思う人は、まあ、ぜひ一回、まあ、初月だったら990円で済むので、ちょっと足を入れてみてもらったら嬉しいなと思います。したらあれですかね、今日は終わりにしようと思うんですけど、またなんはい。か使い方とか、なんかこういう動画が欲しいとかっていうのが、視聴者の皆さんの中であったら、コメント欄そうのです方にね。書いといてもらったら、拾っていったりとか、していきましょう。また来月。そうですね。なので、またた来有月、用な情報を出せるように。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ今日は終わりにしたいと思います。